そしてそんな俺が特に興味を持っていたのが警察の未解決事件の捜査報告書でな。子供の頃から趣味でその手の資料をよく見ていたもんだ。嫌な趣味持った子供だな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで前回からまた1ヶ月ぐらい1ヶ月ぐらい経ったんやけど、あれよね、何かしら事件が起こったっぽいところで終わっとったよね。なんか悲鳴が聞こえてきたんやっけ。それでなんか駆けつけたあたり、駆けつけたんじゃないっけ。もう分からんや、進めていこう。でもまだ前回までは起こってなかったはずなんよね。不穏な空気はあったけど。うるさい女だな。緊急事態なの、緊急事態だから助けて、お願いお願い。ちょっと落ち着いて朝比奈さん。だってね、緊急事態なんだよ。悲鳴が聞こえてきたのはここか。何緊急事態、緊急事態って何があったの。それは深尾ちゃんがね、大変なの。なんか様子がおかしくなっちゃったの。いや、さっきの時点でも十分おかしかったけど。あー、確かになんか様子がおかしくなっとったよね。あの、死体を見た後から。あ、そっか、事件起こっとるわ。死体見たわ。いやね。どうする戸上くん。妙だな。深は遠くか、少々気にかかるな。なんかここのこと言ったよね、戸上くんのこと。あなたが私に言ったのよ、みたいな。妄想の中で。ちょっと様子を見に行ってやるか。いいの？何度も言わせるな。なんか意外な反応だな。てっきり冷たくあしらうと思ってたのに。うん。じゃあ急いでついてきて。ほら早く早く。ちょっと待って朝比奈さん。行くぞ。寄宿舎の方に向かったようだ。おそらく深川の個室だろう。うん。緊急事態っていうほど様子がおかしいってどういうこと？深川さんの部屋これ、あ、これか。もう遅いよ、二人とも。朝比奈さんが早すぎるんだよ。それでどう大変なんだ？あのさ。女子更衣室の一件の後、深川ちゃんは部屋で休ませたんだけど、しばらくしてから様子見ようと声かけたんだ。けど、そうしたら、もしかして、お亡くなりに？なんか様子がおかしくって。中から絶対に出てこようとしないし、なんか変なことばっか言ってるし。変なこと。まあいいだろう。直接声をかけてみるか。あれやね、ご乱心しとんやない。死体見て。うん、そうだね。インターホンを鳴らしてみるか。深川さん。するとドアを音もなくゆっくりと開き。怖い。なんかすごい怯えとる。これは開かれたドアの隙間から流れ出してくる負のオーラに僕は思わず息を飲んだ。何？いや、朝比奈さんが心配してて、深川さんが閉じこもってるって。めちゃくちゃ震えよりやん。まあ、でも普通はそうよね。でも今まで誰か死んだ時別にここまでの反応してなかったことない？さ、とりあえず一度ドアを開けてくれない？好きにさせない。何？ジェノサイダー賞なんかの好きにはさせない。ジェノサイダー賞。あ、なんかあれか、死体の近くになんか書かれとったんよね、連続殺人鬼の。何、もしかしてそこに何かあるってこと？ドアは勢いよく閉じた。家族が殺されたとか、知り合いが殺された的な。ずっとあんな調子なの？さっき私がインターホンを押した時なんてね。人殺しの殺人鬼なんて追い出してやる。やっぱり絶対そこになんかされたんやって。意味わかんなくない？でも放っておくのも心配だから無理やりドアをこじ開けようとしたんだけど、なんか内側からドアを固定してるみたいで、あれ以上は開かないんだよね。ドアまで固定して深川さんがそこまで怯えるなんて。彼女も戸上くんと同じ考えなのか。藤崎さんを殺したのは連続殺人鬼ジェノサイダーショーだと思ってる。だから深川さんはこんなにジェノサイダーショーに怯えている。でも。そういうことやない。それにしても心配だな、深川ちゃん。誰か彼女を説得できそうな人はいないのかな？それこそ戸上くんじゃないの。
びっくりした、ドアップ。え、さっきこの辺おらんかった、とかみくん。あれ、気のせいかな。あ、そっちやった。こっちやった、こっちやった。ねえ、説得してみて。ねえ、とがみくんから深川さんにお願いできないかな。部屋から出てくるようにってさ。まあ、いいだろう。え？とがみくんが説得してくれんの？意外、優しいとこもあんじゃん。なになんか思うところが。とがみくんは無言のままドアの前に立つと、その指をインターホンに重ねた。しばらくすると、でも、ちゃんと開けてはくれるよね。てしつこく、とがみくん！こがみくんではない。とがみだ。ごめんなさい。約束、守れなかった。何約束って、また妄想の中の。でも、安心して、これ以上はもう、私が、シェノサイダー賞の好きには、させないから！何？え？妄想よね。実際はトガミくんが知らばくれてるだけで何かしら繋がっとんやねん。そして再びドアを閉じた。そのジェノサイダーショーについて。の部分で。トガミでもダメだったか。仕方あるまい。では捜査に戻るとしよう。ちょっと待って。ねえトガミくん。今の深川さんの言葉ってどういう意味？約束がどうとか。なんだ。約束？知らんな。また妄想癖が出てきただけじゃないのか。あれ絶対さ、そうやって、ねえ、あっちが信頼されんような感じやけん。で、でも、知らんと言ったら知らん。深川のことは朝日奈に任せておけばいい。本当は、あっちが本当のこと言いようやないん。なんか約束したんやろ、きっと。うん、分かったよ。じゃあ私はここで見張ってるね。行くぞ。そっか、まだ何も分かってないけど。で、まあ、犯人はジェノサイダーショーっていうことは分かったのか。じゃ、それが誰かってことか。トガミくんは僕の返事も待たず、さっさと歩き出してしまった。トガミくん、僕は慌ててその後を追った。でも、サイン残していくぐらいやけんね。自己主張はめちゃくちゃ強いんやろうけど。でもまあ、あれか、自分からは出てこんのか。道すがら何度も戸上くんに声をかけたものの、返事はおろか、彼は振り返ることさえしなかった。ただ目的地へと向かって、歩を進めるだけだった。そんな彼の足は、ある部屋の前でようやく止まった。ある部屋？図書室？さっさと中に入るぞ。あれやない、過去のジェノサイダーショーの、事件に関する記録みたいなのあったりするんやね。連続殺人鬼なんやったら。あのさ、本当にこの図書室にあるの？ジェノサイダー賞の犯行を示す根拠ってのが。何度も言わせるな。本当にそんなに何度も言わせやんか。一回だけとかじゃないのか。そんなところを調べても意味はないぞ。もっとマシな手がかりを見つけろ。うるせえな。普通に調べさせろよ。そこに手がかりはないぞ。別の場所を調べろ。手がかりがある場所が分かってるんなら言ってくれたらいいと思うんですけど。なんか今赤くなった？え？気のせいか？ああ、こいつに反応しただけか。ちょっと。ないって。そんなとこ調べてないんですけど。そんなものを調べても意味はないぞ。もっとマシな手がかりを見つけろ。なんだよ、どこだよ。ね、これ何？何かって言ってるんだ。え？他に調べるものなんかなくない？ここか？いや、一緒か。え？何？何なの？ないですけど。このドアの向こうって確か書庫だったよね。ん？あ、そこって出入り口じゃないのか。出入り口は見えてないのか。早速中に入るとしよう。え、今までずっとここから入っとんやと思いよった。違うんや。じゃあここに行くぞ。中に入ればわかる。
おお。うわ、すごい量の本やファイル。それに埃も格段にすごいな。つまりそれを耐えるだけの価値がこの場所にはあると思うがな。ほう、何かの資料か。本棚いっぱいにファイルやら冊子が詰め込まれている。やめろ。そこの資料は危険だぞ。え、危険？世界を動かす連中の詳細な資料が詰まっている。お前みたいな一般人が触れてはいけない世界の真実だ。まさか議員の資料とか。その連中を裏で操る真の支配者層についての資料だ。消されても構わないなら見てみるといい。面白い名前がずらりと並んでいるからな。冗談だよね。でもさ、もしまあ本当に一生ここにおるとしたら別に見ても意味なくない？別に消す人ごらんよね。さあどうかな。一応やめておくか。てかあれなん、こいつは見ても大丈夫なわけ？見たけん分かっとんよね、そういう内容のものがあったっていうの。この棚には、この棚にはびっしりとファイルが詰め込まれている。その中の一冊をなんとなく手に取ってみると、そのファイルを手に取るとはなかなかお目が高いようだな。え、そう、ある国の大統領暗殺事件に関する調査報告書、国の区文所図書館に保管されているものの写しだ。本来であれば30年後にようやく公開されるものだが、それを見ようというのか。知ったが最後、誰に命を狙われるか分かったもんじゃないぞ。正解なんかと思った違う資料なんかい。僕は無言でファイルを棚に戻した。見てもいいものやけん置いとんじゃないん、ここに。ねえ、何見たっていいはずやろ。分厚いファイルが本棚いっぱいに詰め込まれている。それらに目を通すつもりなら、その前に一つだけ忠告しておいてやろう。そこには様々な事件の生々しい現場写真が数多くファイルされている。中には常人の精神に耐えられるものもあるはずだ。注意しろよ。は、どういう意味？そこに並んでいるファイルは全て未解決事件の捜査報告書だ。本来なら外部に漏れることのない非公開の警察内部資料だ。はい。え、そこで悪い話。え、てかさ、さっきからそういう重要な機密文書みたいなのがいっぱいあるってことは、やっぱりあれよ、このモノクマがしよるこのね、よくわからんゲーム、絶対国のお偉いさんが噛んどるやつやん。で、なんか超高校級の生徒ばっかりが集められたのは、やっぱりちょっとその国を脅かしかねんのじゃない。ここにおるメンバーたちが何かしら自分たちの脅威になりうるけん、ここで消されよんやないん。違うんすよ。もう全部調べたんじゃない。この場所の価値調べてみればわかるさ。調べてるんですけどね、どこなのか。もうなくないですか？まだある？あれ？この電気スタンドって。そうだ。図書室の方で苗木じゃない。戸上くんが使ってたものと一緒なんだ。なんだ？その電気スタンドがどうかしたか？ここに置いてあったものを俺が向こうに持って行ったんだ。向こうは薄暗いからな。重宝させてもらっているぞ。で、わざわざここに戻しよんや。別にずっと向こうに置きっぱでいいんかな。いいんじゃないんかな。マジでさ、なくない？別に他に、調べるようなところないと思うんだけども。こんなところにも監視カメラが。違う。もう全部調べたって。この辺か。木箱の中身は空だ。でも埃の跡からして何か入ってたみたいだけど、ここには何が入ってたのかな。そこには延長コードが入っていたな。俺も図書室で使わせてもらっていた延長コードか。どうだ、
そろそろこの書庫の素晴らしさが分かっただろう。俺が図書室に興味を抱いた理由、その理由がこの書庫にあるんだ。ここには政府の非公開文書や警察内部の資料など、本来は外部に公表されない資料がずらりと揃っている。なかなか壮観だろ。それって冗談じゃなくて、愚民ね。お前らの悪い癖だ。リアリティがないってだけで嘘と決めつける。でもとてもじゃないけど信じられないっていうか、それにこんな量誰がどうやって揃えたっていうの。希望ヶ峰学園がそれだけの力を持っていたということか、あるいは俺たちに退屈させないようにという黒幕の心遣いかもしれんな。ダメだ、ついてはいけない。いくらなんでも現実離れしすぎてて。どうした、まだ信じられないのか。逆に戸上くんはどうして信じられるの。普通無理だよ。なん普通とはなんだ。普通、平凡、単純、そんなものはこの世のどこにも存在しない。この言葉の意味がわからないか。それは物事の本質を理解していないってことだぞ。耳が痛い気がする。それにその基準はお前の常識で考えればの話だろ。お前程度の常識をこの俺に当てはめるな。ここに揃っている資料は間違いなく本物だ。何度も見てる俺がいるのだから確かだ。何度も見てて、なんで消されてねえんだよ。ちょっと待ってよ。何度も見てるって、だってここにあるのは極秘資料なんでしょ。それならどうして。俺の家にもこの書庫と同じような読書室が存在する。こんなに狭くて埃っぽい空間ではないがな。え、もっと広いんすか。我が戸上家の人間は政府関連のあらゆる資料に目を通すことが可能なんだ。しかも国内外問わずな。どうしてそんな。つまりさっき話したろ、世界を裏で操る真の支配者層がいると。それが自分、そっち側ってことか。我が戸上家もそのメンバーなんだよ。この俺もいずれは世界を思うままに操る偉大な血筋の人間というわけだ。そんな支配者の務めとしては、裏も表も含めた様々な世界を知っておく必要がある。だから俺も暇さえあれば興味のある資料や文書に目を通すようにしていたんだ。だからこそ断言できるんだよ、ここに揃っているものは間違いなく本物だとな。信じる信じないとかもうそういうレベルじゃない。戸上くんって本当は黒幕よりもずっと恐ろしいやつなんじゃ。本当よね、そういう立場の人間がここにおって何え、黒幕は無事で済むの、それ。戸上くんが解放された場合、それとも戸上くんはなんか戸上家から売られたの。そしてそんな俺が特に興味を持っていたのが警察の未解決事件の捜査報告書でな。子供の頃から趣味でその手の資料をよく見ていたもんだ。嫌な趣味持った子供だな。これがなかなかいい頭の体操になる。俺が資料を見て解決した事件も一つや二つじゃないぞ。警察無能すぎない。そんな中でも特に最近のお気に入りだったのがジェノサイダー小事件だ。戸上くんは僕との会話を続けながら棚から一冊のファイルを取り出した。それは未解決事件。これがその事件ファイルだ。ここにジェノサイダー小事件に関する報告書がまとめられている。なかなか膨大な量だから要点だけをまとめて簡潔に説明してやろう。まずジェノサイダー小事件には2つの特徴がある。1つ目の特徴は現場に必ず血みだらフィーバーの血文字を残すこと。しかも被害者の血を使ってな。なんかすごいあれよね、バカっぽい言葉残していくよね。そしてもう1つの特徴は被害者は必ず貼り付けにされて殺されている。血みどろフィーバーの血文字、それと貼り付けって一緒だ。藤崎さんが殺された状況と。驚くのはまだ早い、面白いのはこっからだぞ。今言った特徴の2つ目、被害者が貼り付けにされているという情報だが、これを知るのは警察内部の、しかも上層部の人間だけらしい。この事実はマスコミにも知られていないらしいんだ。え、つまり血文字の件はニュースやネットの話題で誰もが知っている事実だが、貼り付けの件は警察上層部の人間と犯人しか知り得ない事実というわけだ。ことはやっぱりこの場にその連続殺人鬼本人が紛れ込んどるってことよね。そこで話を藤崎の死体に戻すが、あいつの死体は確か貼り付けにされていたはずだ。
藤崎さんを殺した犯人はどうして貼り付けのことを知っていたのか。そうだ、そういうことだ。それが問題なんだよ。だがその答えは実に簡単だ。つまり犯人は模倣犯なのではなくジェノサイダー翔本人だからだ。つまりだ。これが根拠だ。俺たちの中にジェノサイダー翔が紛れ込んでいることのな。じゃあ本当にジェノサイダー翔が、そんな凶悪殺人鬼が僕らの中に。面白い。まさかこのゲームに話題の連続殺人鬼が参加しているとはな。苗木、お前もこの資料を見ておいた方がいいんじゃないのか。他にもいろんな手がかりが見つかるはずだぞ。ね、泣いて頼んだら見せてやるよ。嫌なやつ、グミンメ。